あ、やっぱテスト終わると気楽だわ。何も考えず飲んで遊べる。ライブにも来れるし。いいね、ライブは。バルモア先生の方で書いてあった心臓のリズムを感じるってこういうことでしょ。イエーイ。ピュー。私も歌いたい。私も歌っていい？好きです、好きです。ああ、歌った。やっぱ長渕だわ。遊びすぎた。みんな寝てるのかな？隣誰なの？あ、お前か。そっか。隣は？え？え、誰？あ、ごめんなさい。なんか、ダメなやつ見た。絶対今ダメなやつ見てる。今私。あ、あいちゃん。え？嘘。ジラード先生見てる。やばい、これは見ちゃいけないじゃん。嘘でしょ。あ、そうそうか。いいよ別にさ、大人だからいいけど未成年じゃないだろうからね。あ、やべ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 。ドアさ、ドアぐらい閉めてくれないとやっぱ見ちゃうよね。見に来ちゃうわ、そんな開けてたら。もうちょっといけないもの見た気がする。キツネくんおいで、ほら早く入っておいで。こっちおいで、こっちおいで。見てる。先生も見てる。おはようございます。昨日ね、ちょっと酒場で遊びすぎちゃったから、もう9時半なんだよね、起きたら。寝坊しちゃって1ゲーム目も2ゲーム目ももう遅刻なんで、今日は学校サボろうと思います。ちょっと昨日の夜もね、見ちゃいけないもの見て、あんま寝つきが悪かったからね。ということで、学校今日一日サボることにしたから、いろんな人に話しかけてみようかなと。だけど、そう思い出したんだよね、私病気の時に薬局に行ったら、ホワイトランホワイトランって言うから話を聞いてあげたんだけど、娘のフーラは帝国軍に参加してからホワイトランに配属された、うん、あんたが娘に会っているんじゃないかって期待してた。会ったことはないんだよな。最近は彼女から頼りがないんだ、うんうん、アルディス隊長と話してみたが何の助けにもならなかった。まあ会うわけないよね、うん、手間を取らせて。聞いてきてあげてもいいよ。隊長、一般的に情報の提供は知るべき者のみに行う。お母さんだからさ、すまないが力にはなれない。まだ私には説得する力がないのか。そういうことだ。忘れてた、完全に。で、話術が今少し上がったからさ、もしかしたらさ、隊長、おはようございます。もしかしたら隊長さ、私の話術でどうにかならんかって今ちょっと思いながら言ってる。アルディス隊長、ああ訓練どうですか？帰る余地はまだあるが、戦いの準備はできている。だがどこと戦うの？え、ドラゴンとの戦いか。ドラゴンへの備えを万全にできるとでも。無理ってことね。まあ腕を磨き、心を鍛えるくらいはできる。心を鍛えるか。神のみぞ知ることだ。死に急ぐ感じがするね。アンジェリネの娘さんについて聞きたいんだけど、まだ無理？ダメ？すまないが。口固いな、やっぱり。そういうことだ。どうしようか。あの人全然説得できなさそうだよ。まあおばちゃんにはもうちょっと待っといてもらおうか。え、大丈夫？あ、ちょっとなんか、え、ちょ触ってるよ、おじちゃん。よし、としたらなんか別の人に話しかけたいんだけど、とりあえずね、前情報としてツイッターで教えていただいた人たちにおしゃべりしてみようかなと思うんだけど、どこの人だったかな。鬼ごっこしない？こんにちは。鬼ごっこはしない、まだ。こんにちは、こんにちは。元気だね。なんかこのお洋服屋さんの人とおしゃべりができるみたいだね。こんにちは。なんだろう、機嫌が悪いの？おしゃべりで時間を無駄にして。いや、これ結構ショップ、販売の人言うよね。私のおばちゃんも言ってたわ、そういうこと。なんか買わないのに見てるだけの人にわざと話しかけて、早く出ててもらうって言ってた。
ああいう仕事をたくさん抱えているのか。ああいう仕事って何？メリアント総務店は、うん、スカイリム全土で最高品質の衣服を扱っているわ、うん、だから仕事。じゃあお姉さんに会ったらおしゃべりしとくわ。どの人がお姉さんか知らないけど。今ちょっと忙しい。ヒリアンはさ、いつも忙しいよね。ロックウィルの処刑のために。いや、そういうわけではない。私大学に来たんだけど、ひどい話だね。そうかも。でも必要よね。いとこのフーラは今もスカイリムのどこかでウルフリックストームクローク率いるボートどもと戦っているわ。ああ、女の子なんだ。戦ってるんだ。戦場には行かなかったはずよ。ああ、そうだね。そしておばは自分の娘の心配をしなくてもよくなりました。スカイリムの状況よって帝国の傘下みたいになっちゃってるのかな、やっぱり。で、ウルフリックさんはスカイリムを我らの手に取り戻そうとしたってことでしょ。あなたはどこの人なの？インペリアルなのかな？そういう気分を紛らわせたいとき、あなたはどうするんだ？そういう気分って、なんだろう、うつうつした気分かな？そうね。普通、ウィンピングスキーバーに行くわね。うん、音楽にも酒にも興味がなくても、ポルプルスとは話すといいわ。新しい噂か。何でも話してくれるわよ。正直、噂全然聞いてないかもしれない。会う人がたくさんいるんでしょ？また後でね。たくさんいるというか、よくみんなのこと知らないからさ。あとこのスパイス入りワインの人とおしゃべり、あららららら、あ、おしゃべりに行っちゃった、あっちの人と。それのどこがいいんだ？え？あら、それじゃまた。あ、やべ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 、見つかる。やべ、マジで見られた。サボったのバレたかもしれない。あー、絶対見つかった。こんにちは。ちょっと港まで行ってもらえませんか？え、急に？何すればいいの？スパイスの積み荷を東帝都社が引き止めてるんです。誰か荷を下ろすよ。あー、スパイスの積み荷を東帝都社が下ろさないってこと？なんでだろうね。住んだら教えてください。あ、私にできるかな。レイキアド？そこそこです。ゴラフォーの噴景で注文が増えるのを当てにしていたんですが、うん、あー、そうなんだ。今年は祭りがなさそうです。ちょっと言ってたね。オラフォーの彫像を見ますんです。すごいね、なんかそれも。何週間も注文が続いて、うんうん、追いつくのがやっとですよ。何週間も、すごい長いこと祭りなんだ。トリグの死に伴い、祭りは悪趣味だと宣告されました。まあ、ちょっと不敬な感じはするよね。あの、みんな不謹慎不謹慎って好きだからな。スパイス入りワインは秘密のレシピで作ってるのか。父オクティブが残した唯一の財産です。実際あまりに美味しいので。スカイリムでは他の誰も作ろうとしません。もう、まあ、勝てないってことか。美味しすぎてこのワインが。お気をつけて、うんうん、スカイリムを旅するのは大変な時期なんですから。なるほどね。港か。別に戦ったりしないんだったらすぐ行けるんだけどね。あ、その前にさ、パン屋さんパン屋さんパン屋さん行きたい。こんにちは。え、パン屋さんじゃないんだ、ご飯屋さんなんだ。アレイサさん見てちょうだい。おばあちゃんなの。なんか美味しそうなやつ。え、マンモスの花、すご。そうだな、食べたことないやつ食べたい。野菜スープとトマトスープと精肉なんだな。調理したやつがないんだ。ヤギの足のロースとか美味しいかな。お魚も買っとこう。よし、ありがとう。ここは何？食材がいっぱい売ってある？あ、すごいね。何でもある。ここに来ればだいたい揃いそう。久しぶりに外に出た気がする。全然ずっとソリチュードいたもんね。2週間ぐらいいたんじゃない。よし、港に行って。東帝都社ってなんだろう。この辺はね、港のモッドを入れてるんですけど、まあ重い。結構重いんですよね、私のパソコンでやるには。あ、すごい、ブルーパレスめちゃくちゃ綺麗に見れる。下かな。まあ見ていって。あ、ここお肉屋さん。安そうだよね、直売所みたいな感じで。こんにちは。ここでもお肉が買えるのかな。この辺じゃ取れないような肉を売ってるのかな。イノシシとかキジとかさ。あの大きい船か。なるほど。でもちょっとモッドの紹介じゃないけど、こっち側も来てみたい。こっち側にね、あの小さなマルシェというか、まあマルシェというかというかマルシェがねあって、でここでもね、ちょっとしたお店がたくさんあるんですよ。こんにちは。なんか買えるかな。
おお、ダンマの服。へえ。あ、このおじさんが着てる洋服だね。こんにちは。カリウド？あ、お肉だ。あ、じゃあやっぱこの人とさっきの上にいた路面店というか直売所みたいな人つながってるのかな。あ、なんだろうここ。え？あ、ドラゴンブリッジって書いてある。向こうか。いや、ここ何？ここ何？入れるの？いやいや怖い。行きたいけど。頼まれごとを済ませてからにしよう。ここで遊ぶのは。こんにちは。入っていいのかな、ここ。怖いよ。書いてある。イーストエンパイアカンパニー。こんにちは。めちゃくちゃ美人じゃん。うわ、気持ち悪い。ごめん。考え事してた。うん。結婚式のプランを立てているの。誰と結婚するんだろう。ね、イビットさんがスパイスの積み荷を下ろしてくれないっつって言ってたよ。関税の2000ゴールドを払うつもりなら用意しておくわ。税金取るようにしたんだ。エビットが関税を払えるはずがない、ギリギリで露店を買ったんだ。そうなの、そこまでは知らない。これで話をつけないか。58ゴールド。いや、私も結構そこまでの義理もないしな。説得できる？私の知ったことだよね。わかる。真っ暗になっちゃったね。あー、すごくでもいい眺めじゃない？結婚式か、いいな。私もなんか素敵な人がいればいいな。候補とかいないもんな。トルフディル先生が好きだけど、あー、すごくいい景色だな、ここ。マジでなんかこうずっといれる。夜景とか全然興味ないんだけど、ゲーム内ではやっぱこういう綺麗な景色の方がいいね。いや、夜の海とかさ、なんかよく連れて行きたがる男の人いるけど、あんま興味ないよね。結局何にも解決できなかったな、今日一日遊んでて。遊んで見回ってるだけだった。こことこ真っ暗。こっちか。あ、そうだ、ここにもね、宿屋があるんだよね。ちょっと入ってみようか。やべえ、バグがすぎる。こんにちは、危ないけど歌わしてくれない？下の人までなんかめっちゃ見てくれてる。ありがとうございました。どうも。また勉強漬けの日々が始まります。大変だ、吟遊詩人になるの。